皆さんどうも、さやかよ。そういや、もうすぐ JR 西日本が特急料金の値上げに踏み切るみたいね。2023年4月1日に、在来線特急料金が見直されることになったのよ。最近、駅でポスターなどが掲出されているから、知ってる方も多いんじゃないかしら。この料金見直しには大きな変更点が2つあって、1つ目は B 特急料金を A 特急料金に統一。つまり、A 特急料金より少し安く特急を利用できた B 特急料金。これが今回の見直しで廃止されて、A 特急料金だけになるってこと。実感が湧きにくいだろうから、例を挙げて説明するけど。例えば、天王寺から和歌山まで特急黒潮を利用したとすると、現行は B 特急料金が適用されて1520円の指定席料金で乗れるんだけど、改正後は A 特急料金が適用されて1730円かかってくるということなのよ。若干料金が上がったように感じるけど、その上がる額は距離によって増えていって、最高400円程度まで上がっていくの。つまり、特急料金の制度が変わるから、値段が上がるというわけね。二つ目は、お得な特急料金の値段見直し。特定特急料金ってやつね。これも、100円から200円程度値段が上がるから、ご利用の方は要注意ね。また、山陽新幹線の岡山新下関間の新幹線停車駅で適用できた、乗り継ぎ割引も廃止に。つまりサンライズなどで岡山までやってきて、岡山から新幹線で広島博多方面を目指す際、特急券に乗り継ぎ割引が効かなくなるので、一気に値段が上がるわよ。また、新幹線から四国への特急や特急や雲などへの乗り継ぎも、同じく乗り継ぎ割引がなくなることで高くなるわ。4月1日以降に JR 西日本の特急を利用される方は、特急券の発売価格に気をつけてね。皆さんどうも、あかねだよ。今日は ATM くんになり代わってお知らせがあります。なんと、近いうちに ATMWL5100 チャンネルは、チャンネルリニューアルを実施することになりました。明日より、リニューアル作業も並行して進めていくので、一旦この動画をもって毎日投稿は終了させていただきます。ただ、明日以降も2、3日に1本は、解説動画などを出していければと思うので、投稿頻度は一定期間減りますが、ご了承いただければと思います。また、現在コミュニティにて実施している視聴者アンケートですが、たくさんの参加やご意見ありがとうございます。この貴重な意見やアンケート結果は、今後のチャンネル発展へと活かしていくので、引き続き ATMWL5100 チャンネルをよろしくお願いします。